最後の質問に移らせていただけたらなというふうに思います、はい、数年後に独立する可能性があるみたいなところを考えた上でそのスキルが身につくような仕事だといいなって思うんですけど、独立できるようなスキルはありますか？などの質問をすることっていうのは控えた方がいいんでしょうか？独立は何年後ぐらいにしたいとかってあるんですか？明確にはないんですけども、10年後にはしてるって思ってて、うん、どうですかお二人？会社によるんですよ。もうちょっと人によるんですね、うん、なので数年後に独立というキーワードがリスクがあるかというとリスクは結構あります。だけどリスクがある中でも、ああそういう人に補足してほしいんだよっていう人もいるから、うん、正直わからないっていうのがありますけど、ダメだった時のマイナスパンチはすごい大きい。あ、やめちゃうんだねあなたっていうのがすごい伝わるんで、うん、なんでそれを言われた面接官の側の気持ちに立って、うん、この人は言っていい人かどうかをその場で判断する必要があるんですよね。一番いいのは OB 訪問、OG 訪問で先に聞くことです、うん、私は将来こういうことをやりたい、もしくはやりたいことは全く決まってないんだけど、独立できるぐらい力を身につけたいと思ってるんですって言った時にどういう反応されるか、うん、あ、それうちね絶対取らないからやめた方がいいよって言われるか、うん、なんでそういうのなのって深掘りされると思うんですけど、うん、深掘りされた時にそういうことだったらうちに来なよっていう風に言われるか、それをよく見た方がいいなと。めちゃくちゃ的確なアドバイスですね。そうですね、宣戦布告をしに行ってるようなものだなというのはすごく思ってたので、ポジティブに映る可能性も十分あるんで、うん、独立するまで意識が高いんだって思われる可能性もある、うん、独立と起業って違うと思うんですけど、業を起こすことは別に会社の中になってできるじゃないですか、うん、独立っていう言葉を選んでるのはもしかしたら何か意味があるのかもしれない。一人でやりたいってわけなんですけど、一人でやりたいとは特に思っていなくて、何かしらいろいろやりたいっていうのを思ってしまうので、うん、それでいくと起業に近いのかもしれないです、うん、起業でも独立でもなくて、その奥にあるのは自由にやりたいってことですね。あ、そうです。自由にやらせてくれるんだったら別に企業の中にいても大丈夫ってことですね。ですね、はい、多分そっちの方が本質があるんじゃないかっていう気がするんですよね。独立する可能性があるんですけどいけますかっていうのは誤解されるというか、うん、その元々の加藤さんの本質をミスリードしちゃう言葉かなっていう気もしてて、うん、はい、だから独立もしたくないんじゃないか、なんなら企業さえしたくないんじゃないかなって今話を聞いてるのは思ってて、次から次へと面白い課題が降ってきて、人も共会えるしお金も使えるしっていうの会社に入ったら独立の企業もしなくても楽しい人生になっている可能性ってあると思うんですよね。それが独立によってしか得られないっていうふうに思っているだけなんじゃないかなっていう気はしたんですよね。いろんな経験されてるからこその言葉ですね。本当にすごいなと思いました。僕からすると行き急いでる感じはするというか、10年ってすごい短いなって思う。そこまでに何かしなきゃっていうすごい焦りみたいなものっていうのがやっぱあります。35ぐらいまでで人生プランがそこで止まってるというか、それよりも先があんまり予想がつかなさすぎて、だいたい30前半とかで一旦節目として終わってしまってるので、そこまでにこう完成する何か像みたいなものを多分立てている部分はあるのかなっていうのは。若いうちの起業に対して問題意識を持っていて、記憶力なんか絶対落ちるし、絶対20代って能力をつけるってことが最優先事項だと思うんですよね。社会的なチャンスを取るっていうのはまだ後からでもできるし、絶対方がいいのは能力がついてるかどうかっていうことだと思うんですよね。よくありがちなのはある程度分かったかっていうんですかね。例えばサイバーエージェントさんもたまに温泉のサイバーエージェントのことは分かったみたいな感じで3年ぐらいでもう発散しちゃう、絶対分かってないでってお金あるからみたいな状況でっていう人が分かった感で出ていってっていうので、あと秋田とかねみたいな感じで生き急いでいる人ってそれで転職しちゃったりとかする人とかって結構多いんですけど、飽きてる状態の時ってまだ能力定着してないんですよ。能力が定着すると飽きたじゃなくて快適になってくるんですよ。なんでかって言ったら無意識っていうようになって、小山さん面接なんて無意識でもやってるでしょ。こうなると快適になってきて今度は出てきにくくなるんですね。飽きたぐらいの時はまだ定着してないから快適になるまでねやって、逆に言うとその快適なところから逃れ出るっていう努力をして次のステップいくっていうなると、もうその能力は一旦身につけて落ちないまま次いけるんで、いくつも自分の中で柱ができてくるんですけど、柱ができないうちに次やめてっていうと全部身につけたつもりのものが全部落ちてくるんですね、うん、10年ぐらい経ったらで3社ぐらいだとか言って中途半端なところでやめると結局何もできない、全然中途半端な人になっていて、
っていう人がね結構見てきたので、そこは残念な例なんですよ。だからあんまり急がない方が僕はいいと思うんですね。特に加藤さんは好奇心旺盛でいろいろ見たいっていうと、その気持ちがあると今の話の状態になる可能性高そうじゃないですか。だからそこはね、なんかゆっくりやってもいいかなとか入って、なんか移りたいなって気持ちが生じた時にはちょっと思い出してもらえるといいかなとは思うんですけど、独立しようと思ってるってところは、まあ聞くとしてはまずは OB 訪問でしていただけたらなっていうふうに思います。最終面接ってどういうところを見てるのかなって、その人が見ている未来とサイバーエージェントの未来、言えちゃいけない人っていうのはめちゃくちゃ能力が高い、めちゃくちゃ就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。